今回はですね、また、ヨーロッパの方に行ってきまして、文房具屋巡りをしてきました。主に、ウィーンですとか、チェコの方に行ってきまして、面白いものですとか、廃盤品をね、買ってきましたので、紹介できたらいいなと思っております。前回の投稿から、実は2回ね、ウィーンには行ってはいたんですけども、その報告するタイミングというものをね、見逃してしまいまして、またですね、前回、やりかけていた、ものもですね、途中で終わってしまったので、そちらをね、再開、完成させようかなとはずっと思っていましたので、はい、近々投稿したいたします。では、1件目の収穫の報告をしたいと思います。まず1件目はですね、こちらのような外観のお店に行ったんですけども、内装はですね、結構めちゃくちゃペンがありまして、見とれていました。そこで、トンボの重機ですとか、もう見つけて、もしかしたら昔ね、XPA とか、ズーム、980とかいろいろあったのかなっていうね、想像をしていました。で、よく見ると、ズームの廃盤品とか結構ね、あって、やっぱりあるんだなっていう感じで、見逃してはいたんですけども、後からね、写真撮った後に家に帰って気づくんですよ、こういうのは。で、ラミスクリブルですとか、カベコの限定品とかね、壁にあるっていうのを気づきまして、また次回行ったら買おうかなと思います。で、その時に気づいて買ったのがこちらの2点ですね。はい。エロットリングですね。はい。はい、こちらですね。はい。こちらが、万年筆となっておりまして、はい。こういうのはね、ネットでは買えるんですけども、やはりこういうのは、店頭でないとね、ちょっとあまり買う気にならなかったので、この機会に、ね、買いました。はい。本来はですね、こちらの単色のボールペンだけね、買おうとしたんですけども、こちらはどうしてもセットだと言われたので、セットで買わざるを得なかったという形ですね。はい。こちらの店主の方は英語が堪能でしたので、スムーズに、ね、買うことができました。こちらの面白い、ことといえば、日本製の筆記具がね、結構たくさんあって、すごいなという感じで見ていました。こちらの重機をね、見ていただくとわかると思うんですけども、トンボ製品をね、中心に日本の製品が、あるかなという感じですね。はい。2件目なんですけども、こちらは、チェコ共和国で買ってきた、ものになります。私は、1日だけですね、フリーの時間があったので、リギオジェット、オーストリアの鉄道でですね、チェコ共和国のブルノに行ってきました。チェコはですね、初めてだったんですけども、やはりそのチェコとスロバキアは街並みが似ていましたね。でもチェコはですね、なかなか綺麗な街並みで楽しめました。また教会の外観もですね、良かったですね。はい。なかなか行けるようなところではないので、楽しんできましたね。はい。で、もともとそのブルノに行くのが目的であって、文房具はですね、変えたらいいなぐらいの感じでいたんですけども、Google マップを見ていますと、コヒノールの専門店が何個も出てきたので、2軒行ってきました。チェコで買ったものは、こちらになります。ブルノの教会がですね、大きくプリントされた、巨大な消しゴムを2つ買いました。これはですね、そのブルノ名物といいますか、普通のお土産としてもね、いいかなと思って買いましたね。はい。で、こちらが普通の消しゴムと、で、これがですね、こんな感じのケースに入った、消しゴムになっております。で、こちらはですね、日本でも買えるんですけども、ちょっとね、ノリで買ってしまいました。シールホルダーになりますね。はい。で、こちらはですね、なかなかその日本では買えないかなと思ってはいるんですけども、結構ね、このシールホルダー好きで、一度ですね、フラナカンさんで黒色の方を購入させていただいたんですけども、なかなかその店頭で見ることがなかったので、この機のうちに、この機会ですので、購入いたしました。で、そのチェコの、コヒノール専門店のね、写真がこちらになるんですけども、かなりですね、お安いんですよ。チェコはですね、ヨーロッパの中でも物価がですね、安い方なので、結構大量買いしてもそんなにね、お財布にはその負荷がかからないということで、こんだけ買いましたが、なかなかその珍しいものはね、見つけることはできませんでしたね。はい。
まあ、記念撮影もいろいろして、まあ、興味深かったのは別の店に行った時にペンテルのね、ハイポリマーの消しゴムが現行であったりですとか、またその見たことのないメーカーとかね、いろいろあって、驚きましたね。はい。まあ、こちらのようなものはですね、フリクションの、パイロットのフリクションとはまた別のね、似たようなコンセプトのペンが売ってあったり、結構面白かったですね。はい。でこちらがですね、コヒノールの、重機、シンホルダーの重機ですね。はい。なかなかデザインとかね、いい感じなので写真撮らせていただきました。で鉛筆もね、かなりコヒノールで埋め尽くされていて、まあチェコならではの雰囲気なのではないでしょうか。まあ、チェコはですね、物価が安いので、まあ、ぜひね、行ってみてはいかがでしょうか。まあ、最後に行った店というのは、まあ、これなんですけども、ラミーのビコを買いました。まあ、店というか、まあ、空港なんですけども、ウィーンの空港ではですね、このようなものを買うことができます。で、ラミーの製品でですね、なんかご当地限定みたいなのもね、今後集めていこうと思ってはいました。またラミービコはですね、まあ、昔からそのずっとね欲しいと思っていましたが、まあ、そのなかなかね買う決心がつかなかったので、まあ、今回ね買ってもいいかなということで、まあ、買いました。まあ、買うならその絶対ね白ピコを買おうと思ってたんで、買いましたね。はい。ラミービコはですね、もともとこの短さなんですけども、押すことによって、伸びるというね、なかなか面白いギミックのあるペンで、はい。まあ、こちらとね、まあ、比較するならば、XPA とか XCA とかね、横に並べたいと、まあ、今後ね、並べて写真でも上げれたらいいかなとは思っておりますね。はい。私はね、個人的にこのシリーズはですね、まあ、桜花みたいな、なんで、かっこいいかなと思っておりますね。はい。I love Vienna。はい。まあ、この前はですね、カランダッシュの、オーストリアの国旗がプリントされたものもね、買って、まあ、今後ね、オーストリアに頻繁に行けなくなるでしょうけども、まあ、これを見たらね、ウィーンでいろいろ生活していたことを思い出すと思います。はい。まあ、今回はですね、まあ、一応マニファクティブもね、まあ、暇つぶしに行ったんですけども、今回はね、何も変わりませんでしたね。はい。ですが、若干その品揃えとか変わっていましたので、まあ、今ちょっとね、思うとその、店頭に並んで陳列されてあるそのペントレイとかね、まあ、売り物になっていたので、今後ね、買って、店みたいに飾りたいと思いますね。はい。マニファクティブはね、いつ行ってもね、面白いですよ。はい。というわけで、今回はちょっと短い動画でしたけども、海外版文房具屋巡りパート2ということでした。はい。はい、今回も、ご視聴いただきありがとうございました。今後ね、ちょっと、またその海外行くことも、ありますので、まあ、その度にですね、ちょっと文房具を買って紹介できたらいいかなと思っております。まあ、それに加え今まで貯めてきた、文房具に関するネタもありますので、徐々にねその方を出していきたいと思っております。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではさようなら。Qui t'offrait des voyages dans ces nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier. Que tu vis tout, 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 à Paris. Michel, c'est bien loin tout ça. Les rues.Café joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça. Les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi.